つけたりとかしている帯でなければ基本的に一年中、結んでいただくことができる。こんにちは、木下着物研究所おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。今日は半幅帯を結びながら、半幅帯これ一年中結べるのどうなのということについて解説をしていきたいと思います。では早速半幅帯ね、結んでいきましょう。はい、さて皆さん、やっぱりね、あの半幅帯を着物ライフに取り入れてくださっている方と、全然半幅帯使わないんですよねっていう方、それぞれねいらっしゃると思うんですけれども、半幅帯というのはある一定の、まあ、年代の方っていうよりかは、まあ、そういうお着物とお付き合いがあるかどうかっていうことなんだと思うんですけれども、浴衣に結ぶ帯、着物には合わせないわっていうふうに思っておられる方もね、まあ、一定数いらっしゃるのもちょっと事実かなと思うんですけれども、今木下着物研究所で扱わせていただいているこの小袋の半幅帯とか、それから杉屋の人への半幅帯というのは一年中お使いいただくことができます。でしかももちろん浴衣にも大丈夫なんですが、小紋とか紬はもちろん、それから紋が入っていない色無地、つまりワンピース感覚で着られる着物というのはお使いいただけますよということでおすすめをしている、そんな半幅帯になります。さて今日ね、一年中半幅帯ってその帯結べるのかみたいなねお話からすると、先に結論をお話ししてしまった感じになるんですけれども、半幅帯は基本的に名古屋帯と一緒なんですけれども、透けたりとかしている帯でなければ基本的に一年中、結んでいただくことができる、そういうふうにね思っていただければなと思います。あともし一年中結べない帯があるとしたら、例えばご自身で半幅帯を自作なさって、それが例えばちょっとこうファーっぽい感じの素材のものでちょっと作ってみましたなんていうようなことであれば、やっぱりちょっと夏時期は難しいかなって思うんですけれども、基本的にあの透けている、いわゆる夏の帯でなければ半幅帯っていうのは一年中お使いいただけるので、そのあたりねご安心してお使いいただければなっていうふうに思います。さてさて、あの私は半幅帯、ものすごく推奨しているタイプではあるんですけども、やっぱりそれはなぜかというと、まあ、お好みはねいろいろあろうかと思いますけれども、やっぱり半幅帯って名古屋帯と比較しても、もう全然こう帯を結ぶ時の心構えが全然違う。やっぱり名古屋っていうのはよいしょっていう、頑張ろうっていうふうに思うのに対して、半幅帯はそんな全然頑張らなくてもね結べてしまうので、そのなりで、まあこのくらいで今日いいかなみたいな感じでも思えてしまうところも半幅帯の魅力だと思うんですけれども、やっぱり半幅帯を着物ライフの中に、仲間入りしていただくと、やっぱり着物がよりご自身と近くなるというか、着物とより仲良くなれる、そんなねアイテムになるんじゃないかなって思います。あと私が半幅帯を結ぶときにすごく、まあ、商品を作るときにっていうのも含めてですけど、気をつけているのは、やっぱりいろんな着物に合わせることができる半幅帯っていうのはやっぱり上質である必要があるかなと思います。やっぱりちょっとこうカジュアルすぎるものとか、ちょっとチープな感じのものっていうのはすごくね楽しくていいと思うんですが、じゃあそれが絹の小紋とかに合わせられるかっていうと、まあ、どうかなって、お遊びかなっていうようなものもね、その目的で作っているものももちろんあると思うんですが、やっぱり私は自分が40代後半で普段の着物ライフにも半幅帯を取り入れようと思うと、やっぱり上質であるっていうことがすごく重要になろうかなっていうふうに思っているので、自分たちのね商品開発するときは上質であるということをねものすごく重要に思っています。なので幅広く半幅帯を着物ライフに活用させたいという場合は、やっぱり上質な素材感のものを選んでいただくというのが、大人が半幅帯を着物ライフに取り入れるという意味で言うと、そこがものすごく重要なポイントになってくるんじゃないかなって思います。あと私は個人的にいろんな結び方をしたいとか、ちょっと背中にボリュームを作りたいっていうふうに思うので、長さもちょっと長めの方がいろんなアレンジがしやすいので長めで作ることが多いですし、オリジナルの商品というのも基本的に長めで作っている、そういうような仕様で作っております。まあ人それぞれね、あの半幅帯に対して考え方があったりとか、お付き合いの仕方あると思うんですけれども、基本的に透けたりとかがファーみたいな素材の帯でなければ一年中お使いいただけるので、ご安心いただければなというふうに思います。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私たち着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。
私の日々の着姿はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。忘れましたけれども、今日は私リボンアレンジのちょっと変形で帯を結んでみました。皆さん、それではまた別の動画でお会いしましょう。